はい、どうも先生、今日はですね、まだ食材秘密です。はい、ということなんですけども、皆さん12月1日に俺が出した動画覚えてますか？そう、400キロのイタチザメを解体する動画なんですけども、その動画でですね、実は俺、この解体されたサメは細かく切られて、また別の料理に使われるんだよねっていうことを話してたんですけども、覚えてる人います？で、今日はですね、その400キロのサメを使った量に同行しようと思います。はい。なんで、サメで何が取れるのか。まだ秘密です。はい。ということでですね、早速、漁の動画をご覧ください。いやー、朝日はいいですね。船から見る朝日は、旅行雑誌には載ってない秘密の絶景です。すまっすか？めちゃくちゃ景色いいですよ、これもう。朝日が良くて。漁場に行くまでの間に、ルアーを垂らしてたみたいなんですけど、何かかかったみたいですよ。あ、来た。まあ、こちらはスマガツオですね。最高にうまいって有名な魚ですよ。で、取れた魚は海水氷で冷やしていきます。これね、真水だと浸透圧差でふやけちゃうんですよね。これ俺がさばいた400キロのイタチザメみたいです。さて、漁場に到着したので、サメの切り身がついた仕掛けを投げていきます。これなんていうのかな、カゴなのかな。で、これを30個ぐらい海底に沈めていきます。これすごい網破けてるんですけど、これは今回取れるとある生物が破っていくみたいですよ。それではアンカーを打って30分待っていきます。さて、引き上げ作業を始めていきます。何がね、かかってるでしょうかね。はい、今回は入ってません。かかってません。変な蟹。で、これはね、海ユリの仲間ですね。ヒトデとかのね、仲間ですよ。来た。ダブル。これタオラ。ここに来てダブル。あ、サメとタオラ。食べられてる。これ商品価値あんまなくなるんですか？そう、海底では熾烈な生存競争が起きてるんで、上がってくる前にモンガラとかフグとかに、ね、食べられてしまうみたいです。本当はここにハサミがあるんですよ。うん。食われてます。かかった。今日は爪がある。うわ、5枚ついてる。きた。いや、痛いっすよ。きた。で、帰り際にですね、また魚が釣れてました。これもスマガツオですね。はい、ということでですね、アサヒガニ漁が終わって海に来たんですけど、なんかね、アサヒガニが砂に潜るところが結構面白いっていうことで、それをね、見に行ってみようかなと思います。じゃあ行きますか。水中メガネ忘れてるね。はい、ということで水中でのアサヒガニを見ていきましょう。これね、想像以上に可愛いんですよ。こうやってお尻から砂にのしのしとめり込んでいくんですよ。どんどん潜っていきます。はい、完全にね、見えなくなりました。で、ちょっと焦って、もう俺すぐにね、書き出しました。意外とね、深くまでね、潜っていくんで焦りましたね。で、おそらくなんですけど、この砂に潜る動作かなりね、筋肉使うんでしょうね。バテたのかわかんないんですけど、掘り出した後はまたすぐに潜ろうとするんじゃなくて、しばらくね、こんな感じで放心状態になってました。疲れたんだと思います。まあ、やっぱり自分の体を全部砂の中に埋めるって相当体力使うはずですからね。またね、体力回復したみたいです。潜っていってます。ただまた疲れたみたいで、今度は途中でね、止まってしまいました。なんか半分だけ待ってるの可愛いですよね。で、また体力が回復したのか、潜っていってます。で、今度はね、目だけ出してました。普段はですね、水深 4,50m でこんな感じで目だけ出してるみたいですよ。ということでですね、家に戻って調理していきましょうか。
はい、それではですね、今日はこちらスマガツオ、アサヒガニ、謎のヤドカリ、こちらのね、3種類をズーズーしくいただいてきました。寮に連れてってもらって、しかももらうっていうね、ズーズーしい限りですよ。ということでですね、今日はこちらを美味しくいただいていきましょう。じゃあ早速ね、観察していきましょう。はい、こちらがね、スマガツオです。普通のカツオより脂の乗りが良くて、漁師が独占して市場に出さないって言われてるぐらいの、すごくね、美味しいって言われてる魚です。ここにね、なんかこの点々があるのがスマガツオの特徴ですよね。まあ、ちなみにこのサイズはまだまだ小さくて、どんぐらいだろうな、多分 400g ぐらいだと思うんですけど、 1.5kg ぐらいが脂が乗ってて一番美味しいって言ってました。俺はまだね、スマガツオ食べたことないです。こちらがアサヒガニですね。なんかもうカニかエビか分かんないような見た目してるんですけど、一応カニらしいですよ。このカニはね、普通のカニと違ってこうやって前後に歩けるんですよ。カニって基本的には横にしか歩けないんですけど、普通に横にも歩けてました。斜めにも歩いてたな。そこがね、面白いです。あと爪が面白いですよね、これ。で、これでもね、なんかしょぼそうなんですけど、挟まれると結構痛いらしいですよ。で、このね、2匹もらったんですけども、こっちの小さい方はね、丸揚げで食べれるんですって。こっちはね、茹でて食べようと思います。で、このヤドカリ、何なんだろうね。持って帰ってみたんですけど、これもね、唐揚げで食べてみようと思います。はい、ということでね、こちらの食材使っていくんですけども、なんか面白くないですか？まあ、スマガツオは普通にルアーで釣ってたんで別なんですけども、あのサメがさ、このカニになるんですよ。なんか面白いですよね。ということでですね、今日はいろいろ料理をしていくんですけども、まあ簡単ですね。アサヒガニとかね、ヤドカリとか茹でたり揚げたりするだけなんで超簡単ですね。じゃあまずはこの中くらいアサヒガニ、こいつを茹でていきましょう。この茹でるのが一番時間かかります。よし、入れすぎたんじゃない、お湯で。この中にアサヒガニを入れます。普通カニって赤くなくて、茹でたら赤くなるんですけど、もう元々赤い、こいつは。はい、あふれるね。料理酒を入れておきましょう。セット。じゃあこれしばらくね、放っておきましょうか。はい、じゃあ茹でてる間にカツオやっていきましょう。俺ね、カツオ系っていうんかな、一回ね、20キロのマグロさばいたんですけど、俺むずすぎて動画ボツにしましたからね。鱗取りましょう。鱗あんのかな。え、鱗ないとこある。普通の魚とはね、構造が違うんですよ。常にすごいスピードで泳いでるんで、なんかね、ここがさ、水流に耐えれるようになるんだろうね。すごく硬いわけよ。で、包丁が入んなくて、なんかね、この背びれを外してからさばかなきゃいけないんだよね。それがね、超むずい。だから失敗するかもしれないんで、最初に失敗するかもしれないって言っとくんで、失敗しても、うわ、マサル下手くそってね、叩かないでくださいね。これがね、どうなんだろうな。こうだと思うんだよね。あ、行き過ぎたかな。本当に嫌いなの、カツオとかマグロ。いけたいけた。剥げたぞ。そう、ここ硬いんですよ。できたできた。はい、そしたらね、頭を落としていくんですけども、またしてもね、ここに硬いのが入ってるんで、これね、こうだったと思う。こうしてこうだったと思う。合ってるよね。で、こっちも同様にやっていきましょう。こうだよね。合ってるよね。で、背骨を立ちましょうか。あ、柔らか。すごい内臓。どういうことこれ。肝臓か、これが。すごい肝臓してますね。すごい肝臓。あ、なんか胃袋いっぱい入ってるぞ。小魚です。小魚です。なんでしょうね、これ。イワシっぽいけどね、なんか。イワシとかいるのかな、ここにね。ほら、魚だらけ、めっちゃ食ってる。もうちょっと時期が遅かったら、もしかしたら内臓脂肪とかすごい乗ってたのかもしれませんね。こんだけ餌食ってるんで。はい、それじゃあお腹開いていきましょう。もう出しちゃいましたけどね。肛門がないぞ、こいつ。ここか。はい、もう何もないですね。腸と卵になる前の卵があるぐらいですね。じゃあ洗っていきましょう。はい、じゃあ3枚におろしていきましょうか。これは簡単なんじゃないか。あ、でも骨が柔らかくて、どこ通ってんのか全然わかんねえな。よし、皮にまず切り込みを入れまして、真ん中の骨に沿って切っていくだけです。だが下に行ってる気がする。お、いいじゃん。
じゃあ反対側も行きましょうか。そう、これなんだよ。ここのさ、背びれがないからさ、包丁入れれないんだった。こっちから入れるんでしょ、多分。思い出したぞ、マグロですごく嫌な思いをした経験を。多分こっちから入れるんですよ、こうやって。なんか上手い人こうやってさばいてますよね。うわぁ、あ、でも意外と簡単かも。反対側もやりましょう。どうなんだろう、この辺から入れるのかな。割とうまくいった。いいじゃないですか。じゃあ腹骨をすいていきましょう。確かに脂乗ってないな。血合い骨落としていきましょうか。こうして、ちょっと多めに落としますか。俺あんま血合い好きじゃないんで。血合いがすごいですからね、ここほら。で、もうカツオと言ったらあれでしょ、叩き。ということでバーナーで炙っていきましょう。うわー、いいね。じゃあこっちの面もいきましょう。いい感じですね。切っていきましょう。ちっちゃいな、ちょっと。それじゃあ最後、ヤドカリとアサヒガニをやっていきましょう。これ揚げるだけですね、マジで。引っ張り出しましょう。お、出てきた。うわ、え、こいつ脱皮したてだ。柔らか。え、ヤドカリってこ、え、ちょっと待って。ちょっと気持ち悪い。ちょっと待って、ヤドカリってこんなシロアリの女王みたいなお腹してんの。ふにゃふにゃなんだけど。お腹絶対に爆発しますね。切り取りましょう。なんか美味しくなそうだし。うわー、気持ち悪い。こんなんなんだ、ヤドカリのお腹って。ぶにょぶにょ、内臓も透けてるし、ほら。俺虫嫌いなんですけど、俺の中でこれ虫認定されちゃいましたね。気持ちが悪いですね。よし、ちょっとお腹切ってみましょう。どうなってんだこれ。うわ、こんな感じです。味噌なのかな、うんこなのかな、わかんないけど、ここにね、貝みたいな身がある。うわー、こんなんなんだ。俺こっち側だけ食べるわ。あっちはあんま食べたくない。うわ、食べたくないとか言ったら怒られるかな。これ捨てたらもったいないとか言って。ここは食べ物じゃないと思うな。こっちが下食部だと思う。わかんないけど。はい、じゃあ揚げていくんですけども、調理方法は簡単です。素揚げですね。だから水をね、なるべく切って油を跳ねないようにして揚げていきましょうね。ヤドカリのお腹ってあんなに気持ち悪いんだ。脱皮したてってわけでもなさそうなんですよね。爪は硬くてここだけ柔らかいってことはなさそうなんで、もうこういうもんなんでしょうね。ヤドカリって柔らかいんだ。カチカチかと思ったんだけど。油を温めていきます。使用済みです。なんか油って新品のよりは何回か使ったやつの方が美味しいっていう説がありますからね。よし、入れていきますか。跳ねそう。跳ねるなよ。良さそうですね。雲にしか見えないんですが、これは何でしょう。はい、じゃあ揚げ物が終わったところで、こちらアサヒガニがね、茹で終わってます。真っ二つに切っていきましょう。アサヒガニは基本ほじくって食べるんですけど、半分にしとかないとほじくるのすら難しいという。いきまーす。でもね、包丁が欠けないかっていうのはすごく怖い。大丈夫。いきまーす。これで OK ですね。足にはね、ほとんど身がないんですけど、ここら辺すごい身が入ってて、カニのかき出すやつとかで普通食べたりするんですけど、俺は持ってないんで、箸でね、ちょこちょこかき出しながら食べていこうかなと思っています。これで完成です。はい、それでは、いただきます。まずは、スマの刺身からいきましょう。
醤油をつけてね。なんかさっぱりしたカツオっていう感じなんだけど、結構ね、旨味がすごいですね。 1.5kg ぐらいになると脂がね、すごい乗るらしいんで、それはもうやばいなっていう感じがしますね。これに関しては、まあ普通にうまいなってぐらいなんですけど、これに脂乗るって考えたらやばいね。ということで、アサヒガニちっちゃいやついきましょう。これ殻ごといけるって聞いたけど本当かな。足はいけるぞ。うん、あ、足おいしい。カニとかエビのせんべいみたいな感じですね。でも硬いけど全然食えるわ、確かに。あ、美味しい。こうやってさ、中身が出てくるんだけど、ここはもうふわふわで美味しい。うん、じゃあヤドカリ先輩行きましょう。硬いね、ヤドカリ先輩。ヤドカリ美味しい。クルマエビみたい。うん、ヤドカリ美味しいわ。うん、本当にクルマエビ、なんかエビフライの頭食ってるみたい。美味しい。で、このヤドカリはなんていう名前なんですか、皆さん教えてください。はい、じゃあですね、俺がさばいたイタチザメでかかったアサヒガニね、いただきましょう。うわあ、すごいな。うん、わあ、美味しいわ。うん、味噌も濃厚で、ただ食べづらいよね。めちゃくちゃうまいんだけど食べづらいっていう。でもめちゃくちゃうまいんだよね。カニ剥くのとか好きな人は最高だと思う。まあ、カニの味なのかエビの味なのかって言われるとカニですね。完全にカニです。まあ、実際これ高級品ですからね、美味しくないわけがないんです。そら美味しいって感じ。はい、それではごちそうさまでした。自分でさばいた魚が漁に使われてるってなんかいいですよね。ちなみにね、あれどうやって使ってんのっていう話なんですけど、一旦サメの切り身にした後に塩漬けにして、それを冷凍して、それを解凍して使ってる感じです。はえ縄って言って、なんか釣り針を100個ぐらい並べてやる漁法があるんですけど、それにもね使ってるらしいです。ということで、今日はアサヒガニ漁でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは。